お前も分かっているな。いよいよ俺たちは背中を預けて戦った強いこたびの戦。礼を言う。お前、上様は初戦から全力で攻め、すぐ上着に持ち込みたいと仰せ、この決戦を制し、侍たちと戦えるとは光栄だ。待っていたぞ。俺は新選組の近藤勇だ。我が伝習隊はもう戦いの準備を終えている。朝廷より倒幕の勅命が下された。今や我らこそ官軍、徳川は俗軍となったのだ。ついにやったな。やっと報われたってもんだ。天命は我らにあり、敵はもはや武豪の衆でごわす。出陣。中心とする新政府軍、旧幕府軍による最後の戦い、戊辰戦争の幕が上がった。
行くぜ。上等だ。長州団地の肝っ玉、お目にかけ申す。刺さないのか。
敵中を防御する。おいとか舐められたな。前線へ向かい申そう。ああ勝つ。榎本の船を回してあります。一旦江戸へお逃げください。ならん。ここで俺が逃げては幕府は。それこそあやつの思うつぼ。今あなたが撃たれれば国中で大戦が始まりますぞ。片森殿、上様を復讐に取り憑かれた鬼か。今楽にしてやるぜ。諦めぬぞ。敵の大将は逃げました。今こそ天が与えた好機。幕府軍はすでに逃げ落ちた。みんな最後の死力を尽くしてくれ。近藤さん、撤退の時かと。ブリュネ殿を頼む。俺もお供します。刀の時代は終わった。だが俺は刀なしに生きられん男だ。敗北。勢いに乗る新政府軍は江戸へと進攻を開始した。
鳥羽伏見での敗北を機に求心力を失った旧幕府軍は将軍を追うように江戸へと撤退。旧幕府軍の命脈を断とうとする新政府軍との間に江戸決戦の機運が高まりつつあった。